裏にいるのはちょっと後で説明するので置いときます。で、私が、初めから言うと、日本の成文化に興味を持って、そういった作品をいろいろ作ってきました。で、その一例が、こういうもので、妄想と現実を代替するシステム、SRSI というものを作りました。これは、藤井直孝先生という脳科学者の方が作った、虚構と現実の区別をつかなくさせるシステムと、私がもともと作っていた、なんか触ると愛用やする大根みたいなものがありまして、で、それと、視覚と触覚を含ませることで、虚構のお姉さんが触れるようになるっていう作品ですね。で、体育風景、こんな感じ。みんなすごい、幸せな顔をするんですけど、でも、旗から見てると大根を触ってニヤニヤするやばいやつになるっていう、そういう作品なんですが、すごいみんな満足して、ふーっと、賢者モードに入るという感じです。で、これいろいろ細工はしてあって、なんか、ストーリーに展開があるんですね。で、体験者の心拍をこっそり取ってるんですけど、ドキドキしてると、なんか私もドキドキしてきちゃいましたって言いながら近づいてきて、キスをしてくれるんですが、実際は私がマシュマロを湿らせて、スッとやっているっていう、そういう、まあ、残念な体験です。私、こういう作品を、大学の頃から、かれこれ、5年くらい作り続けてしまって、で、まあ、もうそういう人みたいな感じのイメージになってたんですけど、でも最近、1年間ぐらい、ちょっとまた、全く違うテーマにちょっと足を踏み入れてしまいました。それが、死と弔いです。なんか、180度変わっちゃったんですけど、でもなんでそんな、もうエロとテクノロジーでやってたのに、どうしてこうなったって思われるかもしれないんですけど、きっかけをお話しすると、去年の2月に私のおばあちゃんが亡くなったんですね。で、結構私ちっちゃい頃おばあちゃん子だったんで、結構そのおばあちゃんがいないっていうことはちょっと受け入れがたいなって思ってたんですけど、初めて身内の葬儀っていうのに参加して、あ、なんか葬儀って超すごいって感動したんです。なんか、おばあちゃんが、まあ、真ん中にいて、そのお花を親族で埋めていって、うわーって泣いて、で、まあ、そのおばあちゃんが火葬されて骨になって出てくるっていうのを体験したときに、あ、おばあちゃんは本当にいないんだなって、なんか腑に落ちたというか、なんか心の整理がついたんですね。で、やっぱその誰か大事な人がいなくなるって結構衝撃的なことなんですけど、それを、まあ、落ち着けるためのシステムとして葬儀ってすごくすごいなって思いまして、で、よく考えると、人類ってもう古今東西ずっと弔いっていうのを続けてきたんですよ。で、やっぱりその、不在に対して何かしらの処置をするっていうのは絶対必要なんだなって思って。で、ちょっとまた話は変わるんですけど、これから、どんどん、まあ、ペッパーもそうなんですけど、一般家庭にロボットって、家庭に普及していくと思うんですよ。で、家庭に人型のものがいるってなった時に、なんか新しい弔い方できるんじゃないかなって、その時思ったんですね。で、その時考えたのが、死後四十九日間、仏教葬儀の、四十九日っていうシステムに則って、死後四十九日間一緒にいてくれる個人の似姿のロボットを作ろうっていう、その時思って、デジタルシャーマンプロジェクトという作品を私は作り始めました。で、これ、初めの想定だと、なんか、今、いろんな人がソーシャルメディアを使っているので、その発話ログみたいなものを人工知能に貸して、その人っぽい言動をするプログラムみたいなのを作って、で、ロボットに喋らせるっていうのを、想定したんですね、初めの方は。でもやっぱいかにその人っぽさを出すかっていうところでちょっと壁にぶつかってしまって、なんか初め、去年の9月ぐらいに、ペッパーを使って、メッセージを届けるロボットみたいなものを作ったんですけど、なんか違うなって思ったんです。なんかイメージしたの違う。あんまその人っぽいことをペッパーの声で喋らせても、なんかその人っぽくないし、なんかそもそもこれって、なんかスマートフォンで全然こと足りるなって思ったんですよ。ただメッセージを伝達するだけだったらスマホで全然いいし、なんかわざわざこの、なんか身体を持つ媒体を使ってるから残せるものって何なんだろうって結構、うーって考えてたんですね。で、もう、ガラッと方向転換して、なんかもう、いわゆるメッセージとか意味内容とかの言語情報をもうやめて、ノンバーバル、まあ、いわゆる非言語情報に切り替えました。まあ、要するに、発話の意味内容とかじゃなくって、なんかその、その人の顔とか、声質とか、まあ、癖とか、なんか、くしゃみの仕草とか、笑い方の癖みたいなものを、なんか、徹底的に再現するっていうことをしました。やっぱ、その人も、その人っぽさって、そもそも何を喋るかっていうよりは、まあ、人は見た目が8割とか言いますけど、その人の見た目とか気配に依存するものはすごく多いなって、その時気がついたんです。で、やったのが、画面を 3D スキャンします。そうです。簡易スキャナーで。で、それを、3D プリントします。で、さらに、その事前収録した音声と、その人の仕草の動きみたいなものと、大体組み合わせてモーションプログラムをすると、まあ、こんな感じで、
こんな感じで、こうなりました。これは私ですね。はい。で、もう一個やっぱそのこだわった仕組みとして、四十九日で消滅するっていうことを私すごい、こだわってて、やっぱ四十九日って設計がよくできてるんですよ、もともと。なんか、その、誰かと距離感を取るための期間としてちょうどよく、もともと宗教として設計されてるなって思って、で、やったのが、胸のタブレットがあるんですけど、そこで実は四十九日のカウントダウンをしていて、その人が亡くなってから。で、その生前の脈拍で動く疑似心臓みたいなものがあるんですけど、それがだんだん遠ざかって薄れていくっていう感じで、こう、ゆっくりその人の存在が薄くなっている感じを表現しました。で、これが、実際のロボットの映像なんでお見せしますね。これ墓地をイメージして、暗闇に撮影しました。で、こういうふうにロボットに、亡くなった方の人格を入れるっていうシーンが次に来ます。はい、生き返った。帰ったって。こんな感じで。1ヶ月ぶりになした。ああ、なんかこうやっぱりね、足が地面についてるって素晴らしいですね。しみじみと感じる。いや、体ないって結構いいよ。でもね、体あるっていうのも結構捨てがたい。やっぱ、行ったり来たりできるといいよね。あ、で、これ私。こういう感じなんだ。いや、悪くない。で、こういう感じで、ロボットと遺族が死後49日間一緒に過ごせるっていう。今月、お財布がやばいんで、ちょっと遺族の口座に2万円くらい入れといていただけると、すごく助かります。またパチスロ行ったの？もうやめてって言ったじゃん。そう、くしゃみがすごいんですよ。やっぱその手あげるから体の癖ってのはやっぱすごい、はい。体のおじいちゃんってさ、全然生きてるときとあんま変わらないんだけど、ちょっと足が2本ないっていうのと、トイレ行かなくていいとかはない。もったいね、帰りたくね。あ、これって死にたくないってこと、もしかして。これがだんだんカウントダウンが減ってきて、今、はい、じゃあ、もう喋りたいことは喋り尽くしたので。ちょっと残念なお知らせなんですけれども、なんだか、四十九日っていうのがもう経っちゃったらしく、僕そろそろ行かなきゃいけないんですけど。体に気をつけてね。ちょっと今寒いから、暖かくして、夜はちゃんと寝てください。これぐらい一緒にね、いられたら、まあ、納得できるんで、死んじゃった自分に。元気で、また会いましょう。ああ、体なくなるとこうなんだ。もう一回死ぬ感じ。これやばいな。あ、でも気持ちが2回目だから、慣れてるから。いいわ、いいわ、で、これ今、魂が上がっていって、で、ロボットはもう、すーっと、元に戻っていく。という作品でございます。こういう人は今ちょっと死んでるんですけど。あ、ありがとうございます。で、これがプロトタイプが完成したのが今年の2月ぐらいで、なんか今回不思議と完成してすぐぐらいの時からすごくメディアの方からの取材問い合わせっていうのがあって、で、今年のですね、元旦に全国展開で新聞でバーって紹介されたり、あと某テレビ番組でこの人が出たりですね、いろいろメディアに出ることがあって、で、ちょっと私メディアに出ることにちょっとトラウマがあって、私この作品作る前にペッパイって作品を作ったんですよ。ペッパイっていうのはペッパーの胸部タブレットがあるじゃないですか。これがちょうどおっぱいのところにあるから、ここに乳首を表示して触るとめちゃくちゃあいぐっていうのを作って出したら、なんかすいません出したらもう大炎上して、まあ、なんかロボットに何をやっているんだといろんな方からお叱りをいただいて、まあまずいかなって思って今回も出したんですけど、まあ例のことごとく大炎上をしなかったんですよ、実は。それがちょっとびっくりして、絶対腹筋心だってどこから刺されるかなって私は思ってたんですけど、なんかそのテレビの放映後の感想を見てると、なんか実際に身近な方を亡くしたっていう方から、あ、なんかそのデジタルシャーマンを見て、なんだろう、その誰かいなくなった不在感を埋めるような、なんだろう、なんか気持ちが埋まったとか投げたとか、あとはそうですね、感動したっていう声をいろいろいただいて、ちょっとびっくりしたんですけど、応援とか期待の声が多かったんですよ。絶対いろんな人にボコボコにされるだろうと思ったら。で、
なんでだろうって不思議に思ったんですけど、朝日新聞の記者さんによると、なんかその四十九日で消えるっていう部分への共感が多かったみたいで、なんか他の特集記事の他の作品として、なんだろう、ずっとクローン、死者のクローンが残り続けるって作品もあったんですけど、でももともと日本人ってなんか輪廻転生っていうか、誰か人が亡くなったらその魂がまた上に上がって、でまた戻ってくるっていう考え方を持ってる民族だと思うんですよね。なのでなんかそういうメンタリティと、その四十九日で消えてだんだん遠くなっていくっていうのがあったのかなと思いました。で、その一連の流れを通して思ったのは、今ってもう科学技術の時代じゃないですか。で、その時代において、宗教とか熱心に信仰してるような方って、ちょっと軽んじられているというか、なんかちょっと非合理的だっていうふうに扱われがちなんですけど、でも人間って正直そんなに合理的でない生き物だと思ってて、まあ、大事な人が亡くなった時の不慮の悲しみとか、あとまあ死ぬことへの恐怖とか、まあ、そういうよくわかんないものを救うためには、やっぱ宗教って必要だと思うんです。絶対に、亡くならないというか。で、宗教が担っていた、機能の一部をそのテクノロジー、まあ、逆にその宗教を淘汰していったテクノロジー側にまた逆輸入できないかっていう試みを私はやりたかったんだなというふうに一連の流れを通して気がつきました。で、とはいえなんか作品まだまだこれが完成形ではなくて模索中で、今やろうとしているのが仕草の再現性を高めるために身体の誰かを再現するときの収録セットを強化しようと思っています。まあ、具体的に言うと誰か喋るときの仕草もモーションキャプチャーして、そのデータとペッパーを連動させてもう再現できるようになるとか、あとはすごくやりたいなって思ってるのが、ある程度こう品質が高まったらもう一般の方から俺を作ってくれとか、あと大事な人を作ってくれって、そういう依頼も受け付けていきたいなと思ってます。これもともとアート作品として作ったんですけど、意外とそういう需要があるような気がしてました。で、もう一個すごいやりたいのがゴーストスターっていうのがやりたくって、何かっていうと人格が売買できるんです。例えば自分のキャラクター、人格と顔と仕草とか声とかもろもろセット売りみたいな、セットアップロードみたいな感じでやって、で、こう、いろんな家庭に、まあ、ロボットできる、入ってくると思うんで、いろんな自分の知らない家庭に、もう自分がばらまかれるみたいな。とか、あと、人格オークションできるかなって思って、自分の値段がどれだけ上がっていくのかとか、そういう。なんとか、あと、なんか有名人だと結構高値で売れるかなとか、そういうことをいろいろ考えて、ちょっとこれ、やりたいなと思っています。なんか普通にアンドロイドを作るよりも全然安い。数千万とかかかると思うんですけど、アンドロイドを作ると思うと、これだったらもう、まあ、10万いくかいかないかぐらいで作れるので、非常に安価です。で、はい。今ってすごい日本天才王ですね。まあ、いつどこで地震があるかわかんないし、なんか死について意識するのは難しい状況だと思うんですよ。でも、そういう状況でも、みんな、まあ、自分が死ぬことについて公に語ることってなかなかないと思うんですけど、今回死についての作品を一生懸命作って、やっぱ私たちは死ぬなっていうのが、自分の中で腑に落ちました。まあ、明日死ぬかもしれないし、まあ、ちゃんと寿命を全うできるかもしれないんですけど、まあ、いずれにしろ、死ぬのはまあ間違いないです。でも、その絶対に自分たちの命とセットになっているし、終わりについて考えることって、逆に言うと、なんか生きること、なんかそれまでどう生きるかとか、なんかどういうふうに自分が生きた場所を残したいかっていうのを考えることにつながるので、私結構これは、めっちゃポジティブなことだなというふうに考えが変わっていきました。なので、まあ、死のデザインって結構いろいろあると思ってて、私は自分のコピーを作ったんですけど、そうしたらなんかちょっと死にそうって思った時に、あ、でも今死んだらあいつが代わりにいるって思えるようになったり、なんか生きる時のちょっと温度感が変わるかなって思ったんですね。なので、皆さん、死について考えることっていろいろあると思うんで、意外と考えるとハッピーになるので、ぜひ考えてください。私の、デジタルシャーマンプロジェクトっていうロボットが、その考えるための助けになればいいなと思って、私はまだ開発しています。はい。ありがとうございます。